はい、皆さんこんばんは。今日はね、こちら 3-in-1 ワイヤレスチャージャーっていう ESR さんの商品を紹介していこうかと思います。こちらね、 iPhone と AirPods と Apple Watch の一体型充電器になっておりまして、私のね机の上はこんな感じでケーブルがねごちゃごちゃしてて全然まとまりがねないっていう状態なんですよね。なのでこれをね使って、綺麗にしていこうっていうところですね。こんなでっかい説明書がついてました。箱開けるとこんな感じで本体の方がありまして、まあ、ここねシール剥がして、電源の方はねアダプターの方が1個ついております。で、まあ、放送の環境をね外して設置すると、まあ、こんな感じで iPhone の方をねここに設置すると無線で、磁石でくっついて充電されるっていうことですね。で下にねこうやってね AirPods ね置くとこがありまして、こちらをここに置きます。そうするとね充電ランプがつきました。でね、Apple Watch の方はね純正のケーブルをこの中に組み込むっていうねタイプのものになっております。でね、ESR さんのね AirPods のケースがあるとねピタッてくっつくらしいんですけども、まあ、ケースなしだとですねこんな感じでちょっと若干位置調整がね必要な感じかなっていうところですね。で、Apple Watch と iPhone に関してはもう全く問題ないんですけども、こちら皆さんお気づきでしょうか。青いねランプがついてると思うんですけどね、こちらね冷風というかね風がね出るんですよね。こちらの風で充電中の iPhone をね冷やしながら高速充電するというものですね。どうしてもねマグセーフで充電するときね iPhone ね熱を持ってしまうので熱を感知するとちょっと充電速度をね iPhone がね調整してね下げるっていうのになってしまうので、こちらねこんな感じでね冷却風を出してね、まあ、冷やしていくっていう感じで、これからね夏になるんで結構ぴったりな商品かなと思います。でこちらね角度調整がねできるので、ここにね、まあ、つけたままね動画を見たり、まあ、ゲームなんかもね全然できるんじゃないかなと思います。横向きにもつけれますしね。でこんな感じで、まあ、つけれるっていうところですよね。結構ね磁力が強くて、まあね、音の方がね、まあ、若干ねうるさいかなっていう時はここにねボタンがあるんですよね。でこのボタンをポチッと押すと青いランプがね消えて、ね、ファンがね無稼働になるので寝るときね、まあ、ちょっとね音がねうるさいかなと思ったら消すこともできるので、まあね臨機応変に使えるっていう感じですね。そして、この Apple Watch の充電ケーブルをね、まあ、下に入れないといけないんですけど、こんな感じでねぴったりのね長さにね調整することができます。これ純正のケーブルをねこの中に入れるとレールみたいなのがあってね、そこにねケーブルを入れて USB-C と USB の昔のタイプと両方ね入れることができるので、お使いの Apple Watch に合わせたねやつで組み込みができます。いかがだったでしょうか。まあねこの商品がね良かったなーっていう方は概要欄にリンク載せときますので、まあ、チェックしてみてください。ということで商品紹介でした。また次回動画でお会いしましょう。